こちらバルトロライトジャケットの大人バージョンにアップグレードされたジャケットをご紹介していきたいなと思います。オルタレーションバブースジャケットっていう非常に言いにくい名前になっています。はい、本日ですね、こちらバルトロライトジャケットの大人バージョンにアップグレードされたジャケットをご紹介していきたいなと思います。ということで、勝手に僕が言ってるだけなんですけども、これバルトロの大人向きになってるんちゃうかなって。バルトロライトジャケットってね、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、このジャケットですよね。ここにロゴノースフェイスってロゴが入ってて、あとここゴアテックスって入ってるような感じなんですけど、今回見てください。なんとブランドロゴまで統一されてて、しかもちょっと質感が、以前のバルトロライトジャケットって少しこうナイロンっぽい感じがまだあったけど、全くこの感じはもうコットンに近いような雰囲気になってるから、マットな質感とかちょっと大人向きになってるんじゃないかなということで、以前買い物動画の押島さんでね、買わせていただいたんですけども、これは皆さん見たいんちゃうかなと思ってね、買わせていただきました。正式名称っていうのはですね、オルタレーションバブースジャケットっていう非常に言いにくい名前になっています。だからもう覚える気ございません。バルトロの大人版っていうところで、僕が喋っていきたいなと思うんですけども、今回購入したサイズっていうのが L サイズを購入しました。ただ今回レビューするにあたってね、皆さんのレビューどんなお声書いてあるんかなと思って、ノースフェイスのね公式サイトのレビュー見たんですね。そしたらこれ購入された方のレビューがいろいろ載ってたんですけど、結構多かったお声としては、サイズがいつもよりちょっと大きいですというお声があって、あ、大きいんやと思って、確かに僕もこれ着てみたんですよ。確かにちょっと大きく感じるんですね。普通のバルトロって僕 L サイズでちょうどいいんですけど、この感じで XL ぐらいの感じなんですよ。ちょっとこれ見といてくださいね。で、次バルトロの L 着ますね。L サイズ。ちょっと色が違くて申し訳ないんですけども、なんかね、少し大きく感じるんですよね。まあ、袖丈とかはそんなに同じ L サイズだからあんま変わりないかなと思うんですけど、丈なんかな、なんか大きく感じるんですよ。身幅かな、なんかわからんけど、そんな感じしません？ちょっと確かに大きい感じするなっていうことなんですけど、まあ、それでも僕は、L やと思います。L サイズが適正かなと思うんですけども、こういった形になってますね。一回ちょっと前も締めてみたいなと思います。はい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 、今ねやり着ながら分かりました。デメリットがちょっとずつ見えてきましたわ。まあその代わりね、あの大人っぽい感じで着れるんちゃうかなと思います。ほんまにオールブラックにしててもパンツ黒、アウター黒、まあそれでもそれはそれでいいんちゃうかなと思うんでね。特にこのシルエット見たらみんなが絶対うわバルトレアあれって言いそうなのけど、あれロゴ見えへんなってなってくるから、まあこれはこれでねちょっと大人っぽい感じになってるんじゃないかなと思います。で、肝心なところバルトロよりあったかいのっていうところなんですけど、バルトロよりあったかいかどうかっていうところにはなるとですね、正直そんなに大きな違いはないと思うんですね。ただこの中に入ってる中綿がバルトロとは違うんですよ。でバルトロっていうのはダウンがこう今表出しますね、ダウンが 72% で、でフェザーが 8% なんですよ。で合わせたら80じゃないですか。おいおい20どこ行ってんの、おい知らん前に20どっか行ってるやないかってなるんですけども、20がね04っていう記事入ってるんですね。で04がなんか光電子か光電子かちょっと忘れたんですけども、そんななんか化学繊維、要は遠赤外線で温めますよみたいな仕組みが 20% 入ってるんですよ。ただこのジャケットに関してはもう完全に 100% ダウン、水鳥のダウンで作られてて 80% ダウン、フェザーが20っていう割合なんですね。だから全部天然の素材を使われてるっていうところになってるので、まあ、その辺があの配分としてはちょっと変わってくるかなと思います。だから肩高がこっちの方が感じやすい、よりなんていうのこう包まれてる感があるっていうのはこっちの方があるような気がします。なので個人的な見解としてはちょっとフィルパーがいくらとかっていうのが全然どっちもわからないんですけど、まあ、ダウンを 100% 使ってる、要は水鳥を 100% 使ってるところで言うと、おそらくこっちの方があったかいんじゃないかなっていうような、見解が僕としてはあります。ただ値段はバルトロより安いんですよ。だから、まあ、それをどこまでこうどう向くかっていうところなんですけど、後のデメリットでも言うんですけど、まあ、そこを問題ないって思えるのであればいいんじゃないかなと思いますが、まあ、そういうことになります。でバルトロよりどっちかと大人向きな感じになってるかなと思うんですけど、やっぱ表地とかが結構変わってて、で今年からなんか変わったのかな、このゴアテックスのウィンドストッパーっていう表記に変わってたんですよ。で今までゴアテックスインフィニウムってここに書いてあるんですよ、あのウィンドストッパーの場合は。だけどウィンドストッパーってこれ一発目に書いてるようになって、こうクラシックな昔バージョンに戻ってるんですよね。でもこれは何なんかっていうと、まあより街向きにゴアテックスが作った生地になってるので、もう暴風暴水でこう山とかすごい過酷なとこで着るっていうのはゴアテックスやけども、インフィニウムとか、ウィンドストッパーっていうのはよりこう街中で着れるように、もちろん多少の雨とかやったら全然弾くし、風とか全く入ってこないようになってるので、動きやすくとか、そうシャリシャリ言ったりガバガバしづらいようになってるっていうのがこのウィンドストッパーなんで、まあ、よりほんまに街向きになってるんじゃないかなと思います。ただバルトロとの違い何って言われたら、バルトロとの違いは同じゴアテックスのウィンドストッパー系なんやけども表地が違うよと。でよくこれ勘違いされる方いらっしゃるけど、この表の生地がこれゴアテックスやと思ってはる方いらっしゃるけど、ゴアテックスはあくまでこう表面ではなくて、この中に入ってるラミネートの話してるので、ラミネートがゴアテックスで、この上の生地はまた別の生地になってるんですよ。だからこれはナイロンで、また別でその規格によって変えていくんですけども、イメージ的には今までのバルトロがちょっとスポーツウェアテイストな生地感やったとしたら、よりちょっとミリタリー感のあるような生地感と思っていただくのが一番なんかこうしっくりくるんじゃないかなと思います。例えば似てるようなヒマラヤジャケットとかバルトロライトジャケット
ットで比べると結構実は生地感違うんですね。これがヒマラヤンパーカー、そしてこれがバルトロライトジャケットで、真ん中が何やったっけ、街のバルトロっていうところが、街のバルトロってなるじゃないですか。ならこういう感じで見てください。やっぱこのヒマラヤンパーカーってちょっとシャカシャカしたような感じ、アウトドアっていうようなイメージじゃないですか。もともとこれ登山で作ってるから。で次これバルトロの方は、まあ確かにさっきよりはテカテカしてないけども、まあちょっとスポーツテイストな感じかな。でこっちの今大人バルトロの方はやっぱりこういかにも私服っぽいっていうかね、そういう感じで作られてるんじゃないかなと思います。ただまあ着てみて思いますけど、これバルトロのパターンとほぼ一緒だと思います。この切り込みの場所とか、特に皮違いはないので、まあ前のポケットがないですけどね。バルトロライトジャケットってこの両サイドにポケットが、止水ジップ付きのポケットがあって、さらにこの両脇にもポケットがあるっていうのがバルトロなんですけど、これに関しては、こう両サイドはあるけどもここには特にないので、まあそのあたりがあれかなと思います。ではですね、まあとは言いながらもね、デメリットを見ていきたいなと思うんですけど、デメリットに関してはもうはっきり言ってバルトロとそんな違いないと思うんですよ。でバルトロって何デメリット何なんていうと、とにかく居酒屋の時動かれへんとか、お店入った時に脱ごうと思ったらめっちゃ邪魔な顔されるとか、まあ大体みんな共通点一緒なんですけども、まあそれと同じ、もう同じような感じでボリュームがあって、細い居酒屋とかこう立ち飲み屋とか行ったりしたら、大体この後ろのフードのとこでも壁ガリガリガリって吸っていくような状態になってるので、まあそれでもいいよと、多少汚れてもいいよっていうようなスタイルであればね、全然問題ないなと思うし、これバルトロよりこっちの方があんま好きじゃないっていう人多分大なると思います。理由は簡単、この前のフラップでありますよね、この、社会の窓みたいなフラップあるんですけど、ここね普通でベルクロって言って、要はマジックテープになってるんですよ。これありますよね、マジックテープで、マジックテープでこのもうなぞるだけで止まるよっていう状態になってるんですけども、これに関してはなぞっても止まりません。なんでかっていうと、ここスナップボタンになってるんですよ。だからこれをいち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 止めていかんとあかん。で今正直この動画内だけでもめんどくさくて、上しか止めてないんですよ。今これ上だけはね止めてるんですけど、理由はねマイク止めるために止めてるだけで、ほんまこのポチンポチンしていくのめんどくさくて、これってねマウンテンライトあるあるで、マウンテンライトジャケットとマウンテンジャケットどっちがいいっていう、まあラオウがいいかケンシロウがいいかみたいな話するときあるんですよね。そんな時にいつもみんな言うのが、このスナップボタン邪魔くさいからベルクロにしてくれってみんなライトの時に言うんですよ。でそれやったら結局あのジャケットのラオいかんかいいう話になるんですけども、まあ、それと似てる感じだから、これをいちいちパチ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 していくっていうのが結構面倒くさいんちゃうかなと思ったりするんですけど、最初店で着てる時は気づきません。店で着てる時はなんやこれバルトロの大人っぽい感じでいいじゃんなんて言って家帰ってきました、わこれやっぱいいじゃん、じゃあ明日から着ていこう、明日から着ていく時にあれこれなぞっても止まらんなってなったら遅いでしょ。だからこのファスナーっていうかこのねスナップボタンってほんま好き嫌いあるんですよ。で僕個人的には嫌いなんですね。だから僕あんまりこのスナップボタンも閉めない、来たとした時はもう閉めないってやるし、それでマウンテンライトジャケットを着なくなったって言っても過言じゃないくらい結構スナップボタン僕は好きじゃないんですよ。でまあこの辺はね好みが出るので、まあ人それぞれかなと思うんですけども、そういったジャケットになっております。そしてですね、これねなんか流行る気配ないなと思ってるんですけど、なんでなんかっていうと名前言いにくい、なんかよくわからへん名前やし、やっぱ流行るやつってね流行るようにちゃんと短くて覚えやすいんですよ。例えばヌプシジャケット、ね、めっちゃ覚えやすいやん。あれもともとヌプッツェっていう山の名前を取ってるので、ほんまはヌプッツェジャケットっていうのが正しいんやけども、ヌプッツェジャケットやったらこんな流行ってないと思います。今頃なんか昔変な名前のジャケットあったなって言われてるやけども、ヌプシジャケットってあんな言いやすい名前になってからもうドゥワー広がって、もう1990年代からもう今やもう30年くらい続いてるじゃないですか。やっぱネーミングって大事やなと思って、じゃあこのジャケットなんなん、お兄さんこのジャケットなんですかって言われた時ね、バルトロの大人っぽいジャケットやけどもオルターレーションなんとかって言ってたなぐらいしかもう分からへんじゃないですか。僕も覚えてないからこうやって見るんですけど、こうやって見てもバフスジャケットって言いにくいなと思うんですね。だから名前のネーミングちょっとどないかなりませんっていうのは気にはなるんですけども、まあ、とは言いながらおすすめの人、どういう人がおすすめかというと、多分ターゲットがまさにそうなんやけども、バルトロを持ってましたと、でよかったんやけど街中溢れすぎたと、もう居酒屋行ってもどこ行ってもバルトロばっかりになった、だからもう売りました、ただバルトロのあの温かさは欲しいよねっていう人って多分いてはると思うんですよ。そういう方はもうぴったり、いやバルトロの温かさあるやん、でしかもバルトロに似てそうやけどもちょっと見たら似てないと、でデザインは全然違うんやけども、そのシルエットとかも似てる、なんかバルトロっぽいよねなんて言ったりするんやけども、よくよく見たらあ違うか、うん、でも似てるなってなってくるじゃないですか。だからバルトロ持ってた、でも手放しちゃった、なんで手放したん、みんなが着てたからなんです、じゃあこれがあるやんと、あの大人バルトロがあるやんっていうことになると思いますので、まあ、そういった方なんかにはね非常にいいんじゃないかなと。してしかも値段が、バルトロより安い状態ですね。5万4000の消費税、5万9400円ということで、ただいまなら6万円切っております。来年以降になったらまた6万円以上になるかもしれない。
ないということなんで、早くね見るっていうのもいいかなと思います。もしかしたらこれね、初っ端ってノースフェイス結構あるんですけど、いきなり第1弾から爆発的に売れるってないんですよ。実はバルトライドジャケットも第1弾から爆発的に売れたわけじゃないんですね。実は2013年とかぐらいからやってたけど、伸び出したんで2017年18年から伸びたんですよ。ってことは最初の時っていうのはそんな爆発的になってないんですよ。ホルト大人バルトロもいきなりそんな爆発的にはならへんから、初年度2年間とかって結構セールにかかったりすることもあったりするんですよ。でこれに関してはまだまだ在庫あったから、セレクトショップによればセールになる可能性も秘めてるようなねジャケットじゃないかなと思います。ただ来年以降とか再来年以降人気がボカーンと出てきたら全くセールにはかからないんですけども、まあ、初年度が結構狙い目っていう、初年度の冬過ぎて正月明けてあたぐらいから春物になってきて、店も早くさばきたいから、ちょっともう初年度やったしあんま微妙やな、 10% でも下げとくかって言って売り出した時にもう狙いキラーンと光らせて突っ走ってください。で来年また着ようと思っていただければいいんじゃないかなということで、まあ、僕個人的にはスナップボタンが一番気になるんちゃうかなと思いますけども、それが何にも気にならんよっていう方はね、いいジャケットになってるんじゃないかなということで、本日はですねオルタレーションバブズジャケットというジャケットを紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。